G-IDOLの元メンバーで最近ソロデビューしたスジンがついに公式の場に姿を現しました。2月10日韓国のメディアはインチョン国際空港でスジンの姿を撮影し報道しました。報道によると彼女はフラワーリングのファンコンサートツアーを開始するためにオーストラリアのシドニーに向かっていました。空港でスジンは自信満々にポーズを取りながらカメラに元気よく挨拶しています。歌姫は黒の短いスカートに毛皮のようなジャケットとロングブーツを着用し群衆の前に現れました。スジンが公式の場に姿を現すのは2023年11月のソロデビュー以来初めてとなります。11月8日にシングル「アガシ」と同名の EP をリリースしファンから温かい反応を得ていましたが、通常のアイドル活動とは異なりスジンは韓国の音楽番組で自分の曲を宣伝しないことにしているようです。この決定は彼女の過去の告発によるものと考えられています。2021年2月スジンがいじめの加害者だったという疑惑が浮上しました。彼女はこれを否定しましたが、同年8月に所属していた G アイドルから脱退しました。また議論が熱くなると全ての活動を中断し、所属事務所だったキューブエンターテインメントとの専属契約も解除となりました。スジンの学生時代のいじめ疑惑は同級生の女優のソシネが被害を主張し話題を集めていました。その後スジンの法廷代理人は2022年9月に暴露者がいじめを受けたと主張する中学1年当時校内暴力委員会から無罪判定の結果を受けていたと伝えています。いじめ疑惑の事実性について未だに議論する余地はありそうです。スジンはソロデビュー後韓国のファンミーティングを開催しましたが、一般の人々やメディアの前に姿を現したのは今回が初めてでした。一方スジンのフラワリングコンサートツアーは2月11日にオーストラリアのオークランドで始まり、その後2月13日と15日にそれぞれシドニーとメルボルンでさらに2回開催される予定です。